安代は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。太平洋戦争中、アツ島の戦いを指揮し17日間の激しい、交戦の後戦死した。山梨県南鶴軍の犠牲村出身。現在の鶴市四日市場の補助員従職の山崎、玄道の次男として生まれる。氷川中学校、名古屋陸軍地方幼年学校。 中央幼年学校を経て、1913年5月、陸軍士官学校を卒業、同年12月、陸軍不評少尉に任官し不評第15連隊府となる。1918年4月から1920年12月まで、シベリア出兵に従軍。同連隊の大隊副官、中隊長を務め、1928年5月、災難事変に出動。 以後、同連隊の沼田中学校配属将校、大隊長を歴任し、不評第50連隊補充隊長、第36師団兵器部長などを歴任。1940年3月に、陸軍不評大佐に進級し、不評第130連隊長を、拝命。1943年2月に、北海守備第2地区隊長に任命され、伊31で、 アッツ島に着任した同部隊の任務は、独力で島を検守することであった。アッツ島の戦いでは2650名の守備隊を、色紙水際防御ではなく、後のペリリュー島の戦いや、イオウ島の戦いと、同じく敵を島の内部や高地に引き込む戦略を、採用し陣地を構築した。その結果上陸したアメリカ軍との戦闘は、 太平洋戦争の激戦の一つとして記憶されることとなった。1943年5月29日、山崎部隊長は守備隊の生存者に本部前に集まるよう命令し、朝日湾近くの河牛山付近のアメリカ軍陣地に最後の攻撃を行った。山崎は右手に軍刀、左手に日の丸の布を持って攻撃部隊の先頭に立ち、 満身創痍の将兵約300名が後に続いた。山の斜面を駆け上って、アメリカ軍の紹戒線を突破、スピーカーから流れる降伏勧告を拒否して突撃し、アメリカ軍陣地で、激しい白兵戦を展開した。しかし次第に、アメリカ軍の圧倒的な火力が集中して、攻撃部隊は壊滅。山崎も戦死し圧倒守備隊は玉砕した。 死後に階級特進し、陸軍中将に進級。なお、戦後遺骨収集の際に攻撃部隊の一番戦闘で、遺品、遺骨が確認されたのは、山崎である。指揮官戦闘の伝統をよく守った最後であった。安予没後の1954年には、父親の山崎玄道により、聖火の補助員境内に、アッツ観音が混流される。 1994年にはさらに石碑も混流されている。ありがとうございます。